はいどうも、きたすらチャンネルです。きたすらチャンネルです。はい、2回言っていく。この木なんの木、緑の木ということで、今回はこちらのグリーンウッド選手を紹介していこうと思います。直訳すると緑の木。聞いただけふざけんなよってね、言ってたんですけど、こちらの選手、ちょっと能力を見たらバケモンでしたということで、見てみてください。こちらのオフェンスが93あるんですよ。もう天才なんですね。もう小さい頃から天才すぎるあまり、頭を悩ましてきたグリーンウッド選手なんですけど、ドリブルがうまいという。こちらね、身長が高いからドリブルの使用感についてはちょっと不安があるんですけど、まあ使ってみなきゃ分かんないということで、決定を90乗ってる。でこれ、ね、90乗ってるんですよ、基本的に。これをすばらしい。カーブもあると。なんということ。器用さもあると。できる巨人ということで、よろしくお願いします。で、スピッシュンが速い。で、キック力もあると。素晴らしい。で、ボディコンが99。だからこれ足速くて、で、ドリブルもそこそこある数値で、こちらのボディコンの高さが究極的に高い。で、このスタミナの高さということで、これが、どのような動きをしてくれるのか非常に楽しい。そして逆足頻度精度が4ずつということで、これやばい。どっちの足でも打てますよって言ってるでしょうから。好きなんですけど、ルーレットでさらにエッジターンがあると。エッジターンがこれね、鍵を握ってくるんじゃないかって心の中で思っておりますということで、ライブでということで、今回こちらのバケモンをね、使ってね、皆様に恐怖を教えていこうと思いますということで、試合足の開き、はい、マッチングしていくメイソン、ウッド、グリーンウッド、絶好調もう伸びに伸びきってますよと、緑の木が。もうビンビンにね、はい、もうね、すくすくと成長しているということで、水じゃなくてカレーをこうかけたらね、ここまで育ちますよと。なんでカレーかって言ったら根拠はございません。ということで、ハメ暮らしのアリエッティバサス、マドリーロサスなんちゃらかんちゃら B、対戦よろしくお願いいたします。キッキングしていくということで、最近ね、忙しくてね、動画のペースはね、落ちちゃったりとかね、時間とかもバラバラで、投稿になってるんですけど、ぶんぐりと元気をね、継続してやっていこうと思いますと。最近では監督の動画とかそういうのも投稿してるんですけど、たまにはこういう選手動画また投稿しなきゃいけないとね、私の罪、ちょっとね、こちら、もうね、野球選手だったんじゃないかと、もともとは野球選手からサッカー選手に転向したんじゃないかってぐらいのこのね、スライディングをかましたところでね、ぶちかましていこうと思います。攻撃も。守備も攻撃をぶちかましてからこそラッパーだろうということで。やって、危ないでいく。私もね、48年前はマリケリ日本代表として活動してまいりましたよ。しかしね、足の甲の捻挫によりね、辞退してしまいました。もう私のプロ選手人生は終わっちゃったということで、続きの実況してまいりましょう。ここで、ベッカミング、ここでね、パスうまいからね、ちょっと見計りたい。しかし空いてる選手ね、なんか、今縦出したんだけど、まあいいや。ここで、キックフェイントしようとしたらなんか振りかぶっちゃってる。もうグリーンウッド先急いでる。48って先。もうね、4秒後ぐらいの世界が見えてるもんで、もうパス来た将来が見えちゃったか知んないけど、もう振りかぶって打っとるもんな。私のグリーンウッドをお薬食べやってますということで、続き見ていきましょう。ここで守備ね、いけるって、そう、信じるんで負けないで、もう少し。まあ、やっぱ連携力にかけるというか、まあ、そこら辺がちょっとね、ネックになって危ないでいく。これ、キーパン飛び出し、もうまさにボールがね、もうなんだろう、自分の大好きな果物に見えてしまった、お猿さんみたいになってますね。飛びつきますよと、かじりつくかのようなこのね、飛び出しということで、ありがとうございます。ということで、私のキーパーはチンパンジーだったのかなということを突っ込みにしておりますね。ほんで、グリーンウッド切ったんで、ここで、抜けないでいく。取って、ここからパス。で、そして、ここでエッジターンして、シンプルに打ってゴーいいぞ、いい流れや。今宵も実況がすくすく進むわい。やっぱりね、選手の良さをね、まあ、しっかりと取れればね、まあ、よかった。しっかり取れた。みんなに見せようって思って。誰もね、そんなね、早く終わりにしてえな。この実況早くいいプレイできないかななんて思ってません。もうグリーンウッド見えたらその場でスルーパスしちゃう。富士の病。緑木病ね。緑木病で名付けます、これ。もう、グリーンウッド文字見えた瞬間出すもん、俺。キッキンオフされていく。つうことで、やっていこうと、思います。守備ができねえ奴は、マリオの64もできねえぞと。マリオ、64番のマリオ。そう、ピーチ姫は設定年齢22歳と言われてます。私の1個下ということで、はい。しっかりとピーチ姫を抱きたいぐらいに、いいプレーを見せれば、Here we go! できると思うので、しっかりその Here we go! するために頑張っていくが、僕はオフサイドな、テンク。ワニの唇は厚さ何センチと言われたら3センチっていうのが模範解答と同じく、私の今日の天気は、雪でございますということでやっていこうと思います。言葉がバラバラ、ハサミでちょん切られたぐらいのこのバラバラにされたものを、またパズルのように合わせて、最後にはみかんの木を植えるということで、ここから、グリーンウッド、素晴らしい。うわ、これよ、パスしてワンツーしながらこの抜け出し、で、最後のボディコンの強さよね、これ。素晴らしい。こりゃもうもらえました、あとは。使ってて思うけど、普通に杖は、うん。だからね、これ適合99って100か100までいくか。100まで上げたら、多分やべえわ。うん。普通に多分、相手にいて嫌な選手になると思う。めっちゃこねるじゃん。しかし、そのこね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 ねるねるねるねをうまく作れないぐらいの心を見せてもらってもね、私はね、容赦なくいきますよ。これくらい来た。これもいっちゃう。いや、キックフェイント。はい、打って、なんで入ってんだよ。お前、無駄に格好つけて、吹っ飛ぶなよ、シュート打った瞬間。おんねん、おんねん。シュート打った瞬間、吹っ飛んどきゃかっこよく見えんだろ、演出。いらんって、そういうの。お前のそういう出しゃばるね、性格がね、ダメなんだよ、クライフ。はい、グリーンウッド、ここ見せていきます。グリーンウッドタイム。てるるるる、てるてて、てるる、来た来た来た、てるるる、くそ、取られた。惜しい。まだありますよ。まだありっすよ。トゥルルルルー、トゥルトゥー、トゥルトゥルルー、ちょっと待って、ゴール前で遊びすぎ。まだあります。トゥルルルルー、トゥルトゥー、トゥルルー、くそ。もう倒された。もうラグビーされとるもん。もう、グリーッと止めるなら何でもしますよ、みたいな。何でもやんなってる相手が。負けませんよ、ほんと。そこらのプレイヤーには。うん。俺を倒したきゃプロを用意しなとな。言っておくぜ。俺だってプロの一員なんだよ。プロに負けるなら普通だけどな。素人アマには負けねえぜ。バイ、北沢、オーストラリア、ハロー、YouTube。そういうことやっていこうね。なんかよくあるね。もうやめた。もう試合終了してくれ。はい、もうね、ここで。てれててててれててててててれてててててててって流れてるの。終わった、終わった。切断された。ほら、吹き替えの中にはこたつが入ってます。ジャンピジャンピジャンピ跳ねて、ルリルリルード。はい、つうことで、グリーンウッドを使ってみました。次回の動画、お会いしましょう。